皆さんこんばんは。サンデー芸人スタートでーす。夜だよ嫌だよ分かった、何ですか、このサンデー芸人はですね、はいはい、ここ渋谷道玄坂カフェより配信しております。おはようございます、まあ、ここカフェですので、はいはいはい、まずドリンクを皆さん注文してから、ね、自己紹介やら何やら、そうだよね、ありがたいですね、はい、ドリンク、ドリンクちょうだい、飲み物、メニューを、ドリンクちょうだい、飲み物メニューからオラオラすぎるでしょ。お、何しようかな、じゃあ俺はレッドブルで、じゃあ一緒で、うん、同じか、もうレッドブルで、レッドブルで、じゃあ一緒に次やん、何でこんなタイミングで言わねえ、ミルクで、ちょっとちょっとちょっとそれ一つください。お前それなのか、何なんだよ、なんで牛乳なんだよお前、いや、うるせえ、端っこ、はい、返して返して、はい、おとなしい子、なるほど、なるほど、じゃあじゃあドリンクの注文も終わったんで、はいはいはい、早速我々がね、はい、何者なのかっていうところ、はいはいはい、一人ずつ、はいはい、名前とかコンビ名とか自己紹介していきたいと、はいはい、そうですね、じゃあまず私が、はい、ミリオンベルデというコンビでツッコミを担当しております、北海道出身の藤岡裕太です、よろしくお願いします。おしゃれなハットをかぶってきたやつです、よろしくお願いします。はい、ハゲていつもかぶるわ。ハゲてねえよ。どうもハゲてですよ。ボーズだよ。はい、はい、私が、はい、ボーダーラインでというコンビでボゲー担当のジャンボ遠藤と申します。ジャンボ。ジャンボ。お願いします。僕がですね、パワーステアリングというコンビのツッコミやらせてもらってます。佐藤ゆうきです。お願いします。ボケの富永です。お願いします。最初なんて言ってたっけ、全然聞こえなかった。ボケの富永ってなんか頭悪いやつ見たけど大丈夫。4、6、4、9、3、9、よろしく佐久間です。待って待って。何そのキャラジーのやつ。初めて見たんだけど。いいぞ。普段はねミリオンベルっていうコンビで相方とね漫才やってます。よろしくお願いします。あれいいのよ。ああいうことやって。いいんだよ。やったもんだ。やったー。絶対拍手すんのこれ。いや、それはもうありがたいからね、持ってきてくれる。違う、レッドブルこれ。ありがとう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。まず、乾杯を、はい、乾杯しよう、乾杯しよう、はい、乾杯。ジャンボ、ジャンボ、この地球上で皆様に会えたことに、あー、乾杯乾杯はい、ということで、ミルクめミルクめミルクじゃねえ、それお前、レッドブルよ。何なんだこれ、いつからこんなもん。よし、やろう。はい、じゃあ、ね、本日はこの5人でお送りしていきたいと思います。はい、行きます、行きましょう。はい、じゃあまずそれでは早速最初のコーナーに、はい、いいよ、はい、最初のコーナーはグッドアンサーのコーナー。グッドモーニング。何ですか、何ですかそれは。グッドアンサーってのは、はい、じゃあまずですね、店員さん例のものを配っていって、皆さんに配ってください。店員さん、例の物店員さん、何の例の物です。賄賂ですね。賄賂じゃねえ。賄賂は何でついてる。店員さんは何でも持ってきてくれんだね、はい、まずこれからじゃあまず一人ずつ1枚と1本、はい、いいですか。これから出される質問に皆さんはこれだと思う答えをフリップに書いてください。書き終わりましたら発表していただきますので、最終的に5人の中で一番グッとくるグッドな答えを決めていただきたいと。それでグッと出ましたので、はい、グッドビルだね。グッドウィルデアね。グッドウィル潰れたマジだよ。つまりそうそう、この5人の中で一番センスある答えを見つけようみたいな。そういうことです。あ、ね、コップ気をつけてね、みんなね。はい、今、あ、なんか聞こえた。発表します。はい、はい、何ですかこれは。じゃじゃん。お、じゃじゃん。外国人に教えたい、うん、一番おしゃれな、うん、はい、日本の言葉とは何。あ、これね、お前ら外人じゃないんだって。で、外国の方に教える言葉ですね。そう、これあんのよ、本当に。これは本当に日本だけの言葉みたいな、ね、マジか、お前マジで見んじゃねえよ、お前。何普通に見てんの。何見てんだよ。もう、見ちゃダメだよ、普通に見てましたけどね、この子。ダメだからね、そういうの。日本語って美しいからね。そうまあね、だそういうのを踏まえて、俺はちょっといいの、はいはい、あ、俺もそうですよ。俺もこれしかない、はい、日本の心だ、俺は。はい、終了。はいはいはい、はい、じゃあそれでは、一人ずつ答え発表していきたいと思います、うん、はい、じゃあまず俺から言っていいかな。そうですね、行きましょう。外人に教えたい、お、美しい言葉、はい、美しい、はい、ありがとう。
まあまあ確かに確かにね。そういうやつなんだこれ。どういうこと？まあありがとうやりとかかっこいいみたいな。生き物係だね。生き物係でもある。いやまあまあ生き物係。生き物係でもある。生き物係を教えるわけじゃない。一番おしゃれな日本語です。おしゃれな日本語？まあありがとうだね。おしゃれだ。やべ間違えた。おしゃれだおしゃれ。えでも俺そういうルートだけど、俺おしゃれだ。おしゃれ。本当？お疲れ様ですっていう。ああ。違う、これ理由があるの。理由があるの。これ。これね、ちょっと聞いて。これはなんか、お疲れ様っていう言葉で、日本の言葉だけらしいのよ。他の英語では表現できない、すごいいい言葉って、外国の方がリアルに言ってたの。マジで。ああ、リアルだ。これをマジ、なんかのテレビで見たんだから。でも俺、疲れたことないけどね。いや、会社とかで営業行った時にお疲れ様ですっていうのがすげえいいのよ、これが。お前の言いたいこと分かって。それで終わり。じゃあ、トミ行けよ、トミ行けよ。トミ行けよ。行っちゃうよ、これもう日本にしかないから。おお、どんなの？紅生姜。ふざけんな。なるほど。これは本当ね。ふざけんなよ、マジで。じゃあ、俺も日本にしか。おお、じゃあ、ジャンボ、ジャンボ。言葉じゃない、ものじゃんだって。ジャンボ、ジャンボ、ジャンボ。これ日本にしかない。ヤマト魂。おお、あ、来た。これは得意かもしんない。一番ボケ顔してんじゃない、まともな。これやばいね。ヤマト魂はちょっといいかも。かっこいい。しかも漢字かけてるっていうね。あ、かけてた。ちょっといいな。あ、でしょ？大丈夫、大丈夫。ヤマト魂。次のコーナー行ってもいいんじゃない？いや、出せ。次のコーナー。こっち来るの。出せ、出せ。はい、じゃあ、一番おしゃれな日本語。おしゃれな日本語。しっちゃかめちゃか。なんでこれ書いてんだよ。おしゃれではないの。おしゃれだわ。どうすんだよ。これ多分読みやすいような配慮でしょ。で、そういうのいらねえの。いやもう愛の上が横棒なら俺ムカつくもんだ、すげえこれ。しっちゃかめちゃか。めちゃめちゃかかったよ。あーって何年これ。なんなん、何年でしょ。やっぱり、うわ、俺これだな、ヤマト魂だ。ヤマト魂から。じゃあ、ヤマト魂から。この外人に教えたいおしゃれな日本語は、ヤマト魂です。イエーイ。お前にしてはいい答え出したな。でしょ。イエーイ。グッドアンダーイエーイ。これはちょっといい答えだったな。芸人としてはそんなにこっちが。では次の質問です。お、はい、何ですか。ダイエットに効果的な、はいはい、歯から始まることは何。はいはい、すごいじゃん。まあいろいろやってきてるからね。効果的な歯から始まることとは何。あー、わかった。これもね、これ難しいな。でもね、ダイエットとかしたことねえもんな。ダイエットで俺いつもこれやってる。でもそれだろ、ダイエットしてんのお前。してるよ。お前してんの。してるよ。してんのお前が。そうだよ、2連チャン俺狙えるかマジで。そう。なんでお前は真面目な。いやでも俺も結構いい答え。俺も今日真面目で見せたいんだ。ヘだったらね、ヘルシア。クだったらクロムロンチャン。よし、終了。待ってちゃう。それでは皆さん、回答を出してください。はい、これ自信あるよ。じゃあ、ゆうきよ。いや、俺、ちょっとダメだ。じゃあ、俺がどうだ。あ、行こう。いきますよ。Yes, sir。ダイエットに効果的な、歯から始まる。はい。なんだ？加圧ダイエット。え？まあまあまあ、そういう系？どういう系？効果あるの？それ効果ないでしょ、やってねえよ、お前。やってねえよ。やってねえよ。ないない。はい、じゃあ次。次。ジャンボ行っちゃおうか。俺、今回真面目に行くんだから。じゃあジャンボ。あれ、何？ダイエットで始まる。かから始まる。ダイエットとは。ダイエットとは。カロリーオフ。お前、服で終わっちゃうじゃん。真面目すぎるわ。真面目じゃないかよ、お前。あれ？これ、そういうの。この人、お笑いやってる。お笑いやってる人。ポテトの方ですよね。いや、今日は違います。あ、今日違う。今日は違う。違くねえよ。今日は違います。経済評論家みたいな感じ。じゃあ次、誰いきます。え、そう、俺これだと思うけど、結果ダイエットするなら、かなりな量の走り込みでしょ。なるほどね。相当走ればいいんだから、結構。まあ、俺、これやってっけど、これ、かりんとうだけ食べる。なんでそれ出しちゃうんだよ。なわけねえだろ。甘いやつだろ、お前。繋がってねえよ、お前、全然。かなりな量の走り込み。ダメ、こういうのダメなんすよ。ダメ？やっぱり。やっぱね、これが一番。カリフラワー乱れ食い。意味わかんねえ。意味わかんねえ。
かん。なんでここ食うしに行くの。食は大事よ。食は大事。食は大事。カリフラワーってあんまりメインに使うことねえけど、あんなもん。やべえのカリフラワー食ってよ。カロリーオフだからね。いや、俺じゃん。いや、俺じゃん。その後走り込みすればいいんだからね。でも、デブは、デブからの言わせてもらう、かなりな量の走り込みできないから。だからデブるんだよ。だからデブるんだよ。どうだよ、これ。じゃあ、正解決めてよ、デブ。うるせえよ、デブ、おしゃれな帽子かぶってんだから、早く。答えはカロリーオフか。マジでいや、これでしょ。じゃあ。飲んで。オッケーオッケーオッケー。もういいよ、カロリーオフ。じゃあ、このグッドアンサーは、かなりな量の走り込み。やるぞ。見せて。あ、消しちゃったよ、もう。それでは、グッドアンサーは、かなりな量の走り込み。イエーイ。イエーイ。走るのが一番いいんだもん。最後の質問です。はい、男の子の部屋にあるホットコ、さから始まるかっこいいものは何。来たさでしょ。さで始まる。いや、もうあれしかないよ。さから始まるかっこいいものは何。かっこいいものか。なんだろうね。これ超かっこいいもん。なんだろうな。なんだろう。ね、俺超かっこいい。あった。あ、これはかっこいい。これかっこいい。かっこいいやつだよ、みんな。なんかかっこいいのちゃんと書いてよ。これマジこれはかっこいい。俺もこれ持ってたので惚れる。つうか俺これ大好き。みんな男の子だしね。そう。だから男の子っていう。男の子なの。男の子。でもかっこいいと思うよ。俺もかっこいい。俺これ来たらもらったな。いや、俺の持ってるよ。オッケー。みんな書けた。もらった。まだ書いてない。もらった。大丈夫ですよ。これも置いて。終了。はい。それでは答えを出してください。はい。はい。男の子の部屋にある、あったらかっこいい、さから始まる。はい。なんだ。サングラス。いやいや、太るんだよ。うるせえ、かけねえだろよ。タモさんしか持ってないからね。そんなことねえよ。これはそうでもないよ。誰くん、ジャンプ今日真面目だろ。いや、お前今日切れ味がね。切れてる今日、いいよ。いいよ。あれ、いいって。男の子の部屋にあるサッカーで始まるかっこいいもの。サスライドヒット。何それ DVD ゲーム。何だ分かんない。男の、なんかでもみんななんか受けになんかある。いや、よくねえよ。よくねえよ。みんな作品で出すなよ、答え。何それって感じ。何それ。サスライドヒットマン。何それ。なんか聞いたことある。なんか聞いたことあるじゃん。何これ。サスライドヒット。リボーンだ。ジャンプの。リボーンでいいよ、リボーン。はい、OK。次。これ間違いなくサで始まるかっこいいやつよ。サイバー的なやつでしょ。なんでよ。かっこいい。パソコンとかみたいな。サイバー的なやつもいいから。めっちゃかっこいいっすよ。 IT だから要は IT 関係の人。 IT 関係の人。 IT 系かもしれないけど。 IT 系。サザンの CD。 全然どこで IT 入ってんの。いや、でもかっこいいよ、これは。かっこいいよ、これは。かっこいいよ、かっこいいよ、かっこいいよ。でもこれみんな持ちすぎでしょ。うちでも持ってるよ。かっこいいじゃん。やっぱオンリーワンを狙わないといけない。なるほど、それはあるよね、確かに。じゃあ、いいでいいですか。はい、男の子の部屋にあったらかっこいい、サから始まるもの。佐久間の置物。なんだよ、お前の。かっこよくねえじゃん。絶対かっこよくねえよ。それどこに売ってんの。売ってねえわ。ドンキホーテ売ってねえわ。売ってない。嘘つくねえ。2人で盛り上がるのやめて。マジで売ってねえから普通。やめて、ネット回線にからお前嘘を広めないでやめて。だからそのネット回線もサイバー的なやつ。まあ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 、確かに。どれか。答えはどれがいい。でも言葉がかっこいいの俺じゃねえじゃん。いや、響きでしょ。サイバー的なやつかな。ほら、サザン。サザンにする。いや、だって女の子持ってるしね、サザンなんて。女の子持ってるからね。はい、はい、じゃあグッとくるアンサーは、はい、サザンの CD。 俺じゃねえのか。俺じゃねえのか。はい、グッとアンサーはサザンの CD に決まりました。ありがとうございます。サザンは確かに好き、みんな好き。嫌いなやつです。お、終了。おー、もう終わりか。もうちょっとやりたかったよ。足りない。はい、じゃあね、まあ、このコーナーも面白かったですけど、次のコーナー、はい、タイトルが、はい、かぶっちゃダメよクイズのコーナー。かぶっちゃダメよ。そうそう。じゃあまずね、ルールを説明します。はい、今からまず問題が天の声から出されますので、その問題には答えが5つ以上あります。他の出演者とかぶらないようにフリップに答えを書いてください。なるほど。でもし答えが被ってしまった場合、
これ被った人数分 NG ポイントが入りますんで、気をつけてください。つまりそれは3人間違えたら3ポイント NG ポイントが。そういうこと、そういうこと。5人間違えたら5人。まあそうだよ、一緒だよ。なんで同じもんだよ。またね、不正解の場合も NG ポイントがつきます、うん、あ、なるほど、じゃあこうクイズに正解しつつ、そうそうそう、こうオリジナリティある答え出すしかも3ポイントもありますよ、3ポイント NG ポイント、クイズに正解しつつオリジナリティある答えを出す、まあ、オリジナリティみたいな、で、まあ、これ番組が用意した、まあ、NG ワードっていうのがあるんでそれと同じの書いちゃった場合もマイナス、あの NG ポイント、なるほど、なるほど、ね、NG のルールが多すぎやし、そうそうそうNG のルールが、いや、なんで同じつまり NG のルールが、なんで俺が言ったこと言ってうるせえな、もういいでしょうよで、最後に NG ポイントを獲得が一番多かった人に、あ、はい、番組の最後に罰ゲームをしよう、やだ、おいしい、いや、お前最初やだみたいなこと言ってたじゃん、最初やだみたいなこと言ってたよ、かわいいなぁ、言われるじゃあ、それじゃあ問題の方、お願いします、はい、はい、はいはい、じゃじゃん、じゃじゃん、じゃじゃん、小学生が好きな食べ物、おおおベスト10にランキングしている食べ物をかぶらないように答えなさい、うわぁ、小学生って言ったら給食が響いてくるでしょ、これ、あマジで、あなるほどね、給食メニューから探り入れていくべきし、なるほどね、あ、じゃあ余裕だわ、うん、簡単だね、簡単だ、給食ね、最近の給食なんかリッチなの食ってるらしいからな、マジキャビアとかでしょ、キャビアは知らない、ねえだ、キャビアは知らないけど、はい、ロシアさん、これ難しいな、ベスト10でしょ、10でしょ、はい、難しい、終了でーす、それではこれかな、答えをお出しなさい、はい、それではハンバーグ、おー、あー、それか、それ来るね、それね、鉄板だね、間違いなく入ってるね、それは確かにね、どうしましょう、なんで俺、なんでむせ始めた、じゃあ、いきます、コーラだ。いきます。はい。ラーメン。ああ、そっか。そうでもない。うわ、まあ、やべえ。普通に俺給食だけで考えた。いい。勝手に給食じゃないもんね。うなぎ。うなぎ？給食出る？出る出る出る出た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 。年に一回。年に一回。年に一回かどうかカウントしてないからわかんないけど。じゃあ次俺いっちゃうよ。唐揚げでしょ。唐揚げはまじ。イラスト付きイラスト。かわいい。唐揚げくんみたいなやつ。はい、プッチョ好きじゃん、あ、好きだけど上にいっぱい書いてんじゃないかよ、入ってくるか、プチでプチプチグリーン入りソフトキャンディープッチョ味覚糖からなんかもらってるよ、やめて賞金です、答え合わせをします、やばい、うなぎちょっと任せてください、危ういな、これ藤岡くんの答え、おハンバーグ、うん、第お5位です、かぶりないからね、ジャンボ君の答え、はい、ラーメン、うん、第2位、いいとこ攻めんな、いいとこ攻めんな、ジャンボ君の答え、これ8位ぐらい、うなぎ、お第ランクが、なんだよ、入ってねえの、うなぎがないよ、ここでか、うなぎがないよ、プッチョにバレたくねえんだよ、プッチョに、高いもんだって、いや安いよ、3ポイント、やばい、ちょっとそれどこ調べ？わかんない、どこ調べなのそれ？なんで？大丈夫？合わせ全滅だな。やばいやばいよ。佐久間君の答え。これはね。部長。一位か。一。はい、中です。ギャー。すげえ。話そうよ。変な声。パンとしてたね。200ポイント。3ポイント。やっちゃったよ。サッカー NG は。あ、消しちゃった。消しちゃったよ。やっちゃったよ。おお、刺身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 は思いつかないな。さすが。晩酌で一杯やる人みたいな。第6位です。あぶねあぶね。どこ調べなんだよ、唐揚げ入ってねえって。びっくりだ。食べてください。続いての問題です。はい。はい。じゃじゃん。都道府県別の15歳未満の人口ランキング。え？ベスト10にランキングしている県を分かるわけだよ、かぶらないように答えなさい、どんなもんも分かるわけだよ、都道府県の子供、15歳
15歳からの子供ってことだね。子供、中学生までってことでしょ。子供が多い都道府県を当てればいいってことね。はい、ステラ、もう行けばそうだよ。行け当てるからね。ノーヒント、ノーヒントこれ。むずノーヒント。行け当てるのよ。いや、知らない。1位が分かんねえよ。1位あそこだなみたいなことだ。分かるでしょ、大体、多分。まあ、いや、うわ、結構多そうな気がする。いや、逆にいないんだよ。そっか。そういうことで。いや、まあ、ここの辺だと思うんだけどな、俺。人口って言ったらなんかこの辺確かにねだと思うんだけどな、なんでみんなそんな真面目に考えてるよし決めた当てた。いやここら辺じゃない、いやここだと思うんだけどな。終了です。15歳未満だな。それは何調べやどこからデータ来たよ。お出しなさい。はい、北海道。なんでそんなの。地元地元。いやいや、できるだけだろ。農家とか子供さん多いからさ。あ、そうかそうか。ああ、そう。地元の強みだ。はい、地元ね。地元にしか分かんない。宮城。なんで。何のリック。まあまあまあ。宮城になってる。大丈夫。妙に長い。宮城になってる。宮城になってる。ここが。今本当感じる。宮城ここが。宮城ってなってる。城じゃないか。どこなんだ。どここれ宮城ってどこ。城じゃねえの。あ、城だっけ。城だよ。宮城ってな。 NG ポイントだ。 NG ポイント宮城だ。宮城はベスト10に入ってたとしてもじゃあうまくせえから。宮城だけだし。宮城だよ。宮城だよ。はいはい、じゃあいい、はい、やっぱ関東だから埼玉とかでしょ。あー、まあ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 、ね、埼玉とかまあいるんじゃないかと。これね、都道府県で第二に大きいんだよ。岩手。うち情報だね。うち情報いるよ。1位2位だからね。そう。知らないよ。やっぱ県は大きいからね。うん、あ、まあ確かに大きいとこは大きいとこ言えばいいんじゃないかな。子供が多いとこだから。確かに。子供が好きなものって言ったらこれでしょ。おうおう。何好きなもの。好きなもの。変わってねえよ。好きなもの。僕やばいから。東京ディズニーランド府。いいわ、うまいですね。どこだよ、どこだよ。千葉なの、東京なの、どっち。それはどこにあるの。東京ディズニーランド府。それが答え。じゃあ東京なのと違うの。それでは答え合わせをします。みんな見せて。はいはい。じゃあちゃんとフリップを持ってください。はいはいはい。では藤岡くんの答え。北海道。北海道第9位。すげえ、いいとこ書いた。いいとこ。じゃあ俺負けじゃん。続いて、ジャンボ君の宮城、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 宮城ですから。いや、宮城です、これは。ランナー。宮城が。どっちにしろ。宮城が、それとも宮城が入ったとしても。宮城が入ってない。宮城が入ってないってこと。宮城が入ってない。宮城が入ってない。なんだよ。続いて、佐藤君の答え。埼玉。埼玉。おっしゃ、埼玉ね、それあるでしょ。入ってるんだね、やっぱり、はい、最強戦があるぐらい。岩手。岩手第おランクが。あー、最初ね、よし。じゃあ、バーカ、バーカということで、はい。ちょっと待って、これは東京、東京。まあ、一応聞いてみる。東京。だって、これは東京などこに合わせるの、答え。東京。東京ディズニーランド。ありません。県外じゃないから。ちなみに東京だとしたらないだろ。東京が第1位です。あ、そうなんだ、やっぱそうなんだ。惜しかったんですね。惜しくねえよ、余計な。そこまでは惜しかった。見てね、見てね。まだ消さないでください。3回 NG ワードは、うん、じゃ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 、なに。千葉、千葉、千葉か、よかった。よかった。惜しかったんですね。いやいや、どっちも惜しかった。惜しかったから。ギリギリだ、ギリギリだ。よかった。大阪と京都じゃねえかよ。え、これ何、千葉も入るわけじゃない、これ NG ワード。千葉も。言われたと思ったのに今。最高に間違って。独断と偏見で。はいはいはい。うわ。というわけで、それでは皆さんの NG ポイントを発表いたします。はいはい。藤岡くん。よっ。NG ポイント、ゼロ。よっ。じゃあ、何の面白くない。何の面白くない。はい。いやー、まあ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 ね。佐藤君、はい、NG ポイント3ポイント。あー、まあまあ、やばいな、続いてる、続いてるよ。そして富永君、まさかの NG ポイント11。えー、なんでそんな、なんとついてた、なんとついてでしょ。計算合ってる、それ。すいません、すいません。はいはい、すいません、11。そんなにやりました、問題。富永君、 NG ポイント6ポイント。おー、1位、1位、どう
で11位になるの。1位だ、1位。なんで11位が出てきたの。 NG ポイント、いいだよ、1位かな。6ポイントですが、が先ほどの東京ディズニーランドありましたので、プラス1で7ポイント。やったー、やったー、やったじゃねえよ。いやー、これでは後で最後に行います。はい、ということで、いやエンディング、もうエンディング、もうエンディングですよ。楽しい時間すぐね、はい、盛り上がりましたね。はい、まあ、じゃあ、エンディングでまた告知とかあったら、はいはい、告知行きたいのはあるんですけど、はい、はい、ジャンボ、はい、お願いします。はい、今月の、3月27日の水曜日に、はい、我々、ね、なんてボーダーラインが、MC& プレゼンするショータイムというライブがありますね。はい、はい、はい、チケット1人1000円で、ワンドリンクついて、はい、なので、よろしくお願いします。はい、はい、僕らも出るんで、ここにいる僕ら全員出るんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ僕も告知あります、はい、あの4月の21日に同期、僕らね、渡辺コミュニスクール15期なんですけど、うん、同期のガレージっていうコンビが企画してる稲田町ライブっていうのが中野 V スタジオ3時からありますんで、はい、はい、同期15組ぐらいでね、ネタだけのライブなんでコンパクトなやつで、チケットも500円で安いんで、安いパイドクスもね、はい、このライブちなみに僕ピンで出るんで。そうなの、なんで出るの、なんで出るの、北海道帰るから。なんで出るの、何しに帰るの。法事リアルだよね。なるほど、まあどっちも僕ら出るんでね、全員。そう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 、よろしくお願いします。ということで、はい、はい、じゃあもう、じゃあ告知は以上で、以上で、ね、はい、じゃあサンデーメニューこれで、はい、お、何、罰ゲーム、罰ゲームがあるの。今回の罰ゲームは、何すんの、スペシャル激辛ドリンクです。おお、激辛じゃねえじゃん。やだよ、聞いてないよ。何だそのドリンク、これはきつい。さらにより美味しく、赤っ、赤っ、真っ赤じゃんこれ。アイテムもご用意しました。え、これ足していいわけ、足してください。最近流行りのちょい足し、いや、それ俺言おうと思った。すでにこう、すっごい、すっごい赤いけど大丈夫、真っ赤かよ、はい、真っ赤。あんま入れると溢れるからね。じゃあちょっと溢れないで、いや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 、ちょっと辛いのが好き、ちょっとスーンとするのが好き。実はね、タバスコ、ね、大好物なの。おー、大好物だって、もう入れろ入れろ、パスタにもドリアにも全部使う。いっぱい入ってる、くっさ、もっと入れろ。うわ、言うねん、汚ねえよ、お前やめて、汚ねえよ。このやばい、やばい、さ、何これ、下の方、ヘドロ見たくなってんだけど、大丈夫か。やばいやばい、超手にあるよ、ドロッドロッと。いや、溢れすぎだからね、これ。ここどこだ、ここか、見て、黄色くなってんの、入った、この辺。匂い伝わんないよ、やばいこれ。せめてちゃんと拡散してくれる。いやー、やばいこれ。絵の具の方がまだ飲み応えあってわかるわかる。じゃあ、罰ゲームだからね。はい、ちょっとグッといってもらいましょう。スペシャル激辛ドリンクの罰ゲームまで、3、2、1。うおー、おい、ありがとうございます。はい、完成編に終了。またガスコール、はい、どうもー。